自民党の山本一太、元沖縄北方担当大臣は、衆院での国会質問の与野党時間配分に、一対一を自民側が野党側に提案したことに、衆院と参院では、委員会質疑のシステムが違う、いろいろな意味で、衆院での配分、見直しの議論が、参院に波及することはない、と確信している、と、10日のブログで、釘を刺した。その上で、自民側の提案に、自民党執行部の見解を否定するつもりもない、が、次の3点だけは、言っておきたい、と野党の国会、質疑時間を、削減することに、慎重にならざるを、得ないとの認識を、にじませた。山本議員は、国会での質問、時間は与野党、特に野党にとっては、死活問題だ、とし、あの3年間の苦しい、野党時代を経験、しただけによくわかる、民主主義の根幹に、関わる問題と言っても、過言ではない、と、良識派らしい、指摘をした。山本議員は、間違っても、数の力で、強引に与野党の、時間配分を大きく、変える、みたいなことは、やらない方がいい、と簡単くつきで、ブログに書き込んだ。また、配分を見直す、としても多数決で、強引にするのは、やめた方がいい。国民の目には、自民党の数の、傲慢、としか、映らない、とも警告。また与党側議員の、質問の観点からも、山本議員は、与党の質問は、難しい。野党と違って、基本的には、政権を、批判したり、政府の政策の、矛盾を追及、したりすることは、できない、と指摘。単なる定批質問なら、逆にその政治家の、評判を落とす、ことになる、と、冷静な見方だ。また質問機会や、マスコミに、取り上げられる、可能性も含めて、実力や発信力が、なければ、どのみち、大事なところでは、使われないと思うな、と若手議員への、忠告も、山本議員は、そもそも国会や、委員会の質問に、関しては政府を、追及する野党議員に、注目が集まるのは、当然だ、とも、